渋谷ヒカリエは1月26日から2月8日の期間、6階7階のカフェ&レストランフロアで愛媛県松前町産裸麦を使った飲食フェアを開催します。このイベントはヘルシー・ビューティーをテーマにする渋谷ヒカリエが松前町とコラボしたもので、白米の10倍以上の食物繊維と4倍のカルシウムを含む裸麦の PR を兼ねています。飲食フェアに参加する店舗はマグロ問屋三浦三崎港、鉄板焼き、お好み焼き、かしわなど15店舗で、メニューは16種類に及びます。松前町岡本康町長にお聞きしました。大麦の一種でして、はい、皮と実がすごく取れやすいということで、うん、裸麦と呼ばれるようになったようですけれども、愛媛県が30年連続日本一ということで、愛媛県の中の三大生産地が松前町ということで、今現在第2位だと思います。松前町の特産物と地域資源ということですので、これをなんとか活用して、もっと広めたいという思いがありまして、町としてですね、芽吹きと実りのプロジェクトというのを今年立ち上げたわけですけど、その一環としてこの渋谷ヒカリエ様とコラボをしたいということで今日ということになりました。今年1年を通じて食ラボというヘルシー&ビューティーをコンセプトに掲げて、メニュー開発をしてきているんですけれども、その、コンセプトととってもマッチングするお話をちょっといただいたので、もうぜひということで、その裸麦に含まれる食物繊維が、腸を活性化させてお肌や体を生き生きさせてくれるというふうに、肌ツヤもアップして、新陳代謝も良くなるというふうに聞いています。飲食フェアに参加する三浦三崎港さんにお聞きしました。裸麦という味噌が非常に特徴のある甘みと香りの特徴のある味噌なんで、これを関東の人に合わせるためにオリジナルのブレンドのお味噌を作って、カサゴの上品な旨味と香りと甘みのある特徴のあるお味噌と合わせて堪能いただければということで今回作りました。